どこにも来ないよ、このままじゃね。いや、第一声がそれですか？記念すべきや、1本目の動画ですいよ。やい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 や、現実的に考えてみなさいよ。ねえ、大学という大学で卒業式も入学式もなくなり、中高はもうね、休校でしょ？部活さえやってないわけじゃないですか。今年の卒業生とかすごいかわいそうだよね、だって。まあ、確かにかわいああ、そうですね。もうきついでしょ。僕らもこの、だからオンラインで今撮影をしてるわけだけど、本当はね、会って撮れればよかったのに、不要不急の外出ができない。そのせいでね、めちゃくちゃめんどくさい設定をしなくちゃいけないという。見てる人じゃ簡単でいいけど、今めちゃめちゃ動画撮るまでに大変でしたからね。そうですちね、ょっと一回ボツってますからね。虚空に向かって動画撮影をしてて、今これでテイク2なんですから、ひどいっすよ。だって世界中でね、ウイルスが蔓延して、アジア人顔を見ればもう消毒液をぶっかけるとの騒ぎで、もうクソみそみたいな状態になってるわけでしょ、世の中が。まあまあ確かにそうですけれども、まあそのクソ味噌とかいうのはちょっと良くないんじゃないかと。まあ、公い式のや動画もですう、かいや、クソ味噌、クソ味噌でしょって、クソ味噌だったら僕は何回でも言うぜ。実際にクソ味噌なんだから、だって。まあまあまあそうですけどいや、ね。もうめちゃくちゃですよ、もう本当に。ね、ここのとこ疲れることばっかりです、マジで。疲れることばっかとか言いながら酒飲まないでください、いそやんなね。いやいやいや、酒飲まなきゃやってらんねえべ。今更だけど、お前誰だよ、マジで。いや、僕はもう、その皆さんご存知の通り、明大作曲同好会の副会長の榊原ですよ。今までの姿は世をしのぐ仮の姿だったんですね。そうですね、やっぱね、大学に行くためには人間の姿をしないといけないんで。副会長の悪が強すぎて、あれだけども、私はおなじみ、トリドラ会長ですね。明大作曲同好会を縁の下の力持ちじゃないか。いや、縁の下でいいのか。僕は会長なんだけど。だいぶ円の上だと思いますけどね。縁の上のじゃあ力なしってことで。はい。そんなわけで、愉快な仲間たちで今、動画をお送りしてるわけですよね。はい。いまあ、随分頑張って動画撮ってるもんですよね。この陰キャの塊みたいなや、本当に団ね。体で。いや、陰キャの塊みたいな団体とか言っちゃいけないけどもね。少なくともだって、あれでしょ？テニス部やラクロス部やラグビー部の対義語を聞かれたら、名作度でしょ。どう考えても名作度でしょ、これは。ちげえねえとしか言えないですよね。腕もひょろひょろだし。本当に、いや、でもこだんかならっていかんいかんね。こんな卑下してはいかんですね。僕らのやってることはもう意味があることなんで。で、今日もね、そんな文化的な活動の一つを皆さんにね、提案しに、こんな動画をわざわざ頑張って撮ってるわけじゃないですか。いや、本当にそうですよ。なかなか出歩くこともできないご時世に、僕らがやろうとしてることっていうのは何なのか、何なんでしょうか。副会長の方から言っちゃってくはい。ださい。それはズバリ、あなたも作曲家になろう。ということです。イェイ。素晴らしい。ああ。というわけで、あなたも作曲家になろう。どういう企画かって言いますと、まあ、普段僕らはね、作曲を当然してるわけですよ。で、これは楽しみを皆さんにも分け与えねばならない。しかもこんな暗い世相で外に出ることもできないと。じゃあ外出できない中で何をするのか。それはもう電波に乗ることをするしかないわけですね。で、幸運にも音楽っていうのは電波に乗るわけですよ。そうですね。ウイルコスロナにウイ乗ルスらはない乗けらど。ないですかね。コロナウイルスなんてあと電波にも乗らない。現代社会でさ、もう電波に乗らないものなんか全部淘汰されてきますよ、もうこんなもんね。というわけで、どういうことをするかっていうと、皆さんが、もしかしたら普段なんか、うわ、なんかちょっといいメロディー浮かんだなとか言って鼻歌を歌うかもしれないわけですね。で、あるいは、ウキウキした時に口ずさむメロディーがあるかもしれない。こういうのってのは歴とした作曲なわけですけども、なかなか普通のね、音楽にあんまり関わりがあるわけではない人たちっていうのは、それをちゃんと一曲にまで仕上げて、なんか曲にすることはできないわけですよ。で、そこに来て僕らはどうです？それをいつもやってる人たちの集まりでしょ。これはもうこの機会に皆さん、ほんの1フレーズ、ちょっとしたもう3秒ぐらいのメロディーでも僕らの手にかかれば化けるわけですね。美しい曲に。こういうことをしたいというわけですよ。その通りでございます。どうせだってみんな外にも出られないわけじゃないですか。そしたらもうクソと思いながら家の中で鼻歌を歌うしかないでしょ。多分知らないけどね。みんな日々鼻歌を歌う日々を過ごしてることでしょう。それを僕らに送ってもらえれば、多分
この辺にね特設リンクがあるんで、そこから僕らの方に送ってもらえるわけですね。鼻歌を録音するのでも何でもいいですよ。あるいは楽譜を書いて写真に送るでも、もうちょっと知識がある人だったらポチポチと鍵盤で打ち込んでもらってデータで送ってくれてもいいです。それで僕らの方に送ってもらうと、うちの会の中でもね、とりわけ作曲の上手い4人の会員が曲を作ってくれます。誰かっていうと、まずは、私ですね、ポイドラ会長、そして坂木原副会長、はい、そこでなんか横を向いてるサメ型の生き物ですね。他にもあと2人、まず坂木山先生ですね。坂木山先生はトリトラ会長に音楽を教えてくれてる、なんとプロの作曲家としても活動してる方です。でそしてもう1人、ナンシー宣伝部長ですね。ナンシー宣伝部長も曲をつけてくれます。4人ともとてもいい曲を作りますよ。私も作る、副会長も作る。はい、あのこの前の CD の話をするのがいいでしょうね。そうですね、この前明大作曲同好会で CD を発売させてもらったわけですけど、そこに、僕の曲と副会長とあと宣伝部長の曲が載ってますね。今回の CD の中では榊原副会長の曲は評判が良かったように思いますが、ああなんからしいですね。なんかツイッターとかでもたまに言及されて嬉しいと思ってファボしてフォローするみたいなことをしてましたね。で、まあ僕はなんていうのか、夜みたいな雰囲気の曲が得意かな。そうですね、なかなか静かだったり暗い湿っぽくていい感じの曲ですね。そうですね、あ、これは褒め言葉です。はい、褒め言葉だと受け取っとこう。はい、でもってまあそうだな、南水宣伝部長の曲は僕と同じくやや湿っぽい感じなのかな。でもやはりちょっと違うよね、雰囲気が僕とは。そうですね、なんか若干無誘的というか無双的な感じがしていいですね、うん、そうですね。でもって、榊山先生の曲っていうのはちょっと未知数ですね。そうですね、いろんな曲を彼は書くので何せプロですからね。いやね、必ずしも音楽の経験があるわけではない人のメロディーラインが来た時にそれをプロの作曲家がどういう風に編曲するのかっていうのは結構僕は興味がありますが。そうですね、なかなかそういう機会ってないですからね、うん、楽しみです。はい、というわけでですね、今この動画を見てる暇人な人たち、奇特な人々はですね、今すぐにでもメロディーを鼻歌で録音してですね、僕らにもうどしどし送りつけてくればいいんですよ。そう、本当にそう、曲の雰囲気も注文とか全然 OK ですからね。うんうんうん、こんな感じの曲がいいですね。好きなアーティストとかがいれば教えてくれてもいいし、なんか暗い感じがいいとか、あるいはなんかコロナウイルスのせいで外出が禁止されてマジでめちゃめちゃムカつくからコロナに対する恨みつらみをぶち込んだ感じがいいとかでもいいので、まあまあそんな感じで結構自由にやってもらって構わないです、はい、でメロディーの長さとかも特に指定しないので、ね、もうほんのちょこっとしたフレーズでもいいし、もうほぼ一曲出来上がっちゃってるって感じだったらそれでも全然いいですよ。で、そんな感じで完成した曲っていうのはどうするんですか？はい、ちゃんとね配信しますからね。多分 iTunes とか Apple Music とか、Amazon Music とかなんかその他もろもろ日本国内海外問わずグローバルにあなたの曲が電波に乗って聞かれることになるでしょう。いや実に今って感じでいいですね。いやとてもね今らしいと思いますよ。そんな機会ないでしょ。まず作曲のクレジットに名前が載るって経験自体あんまりないと思いますけどもね。そうですね、ね、それどころか、はい、それがみんなの iPhone で聴ける、それも友達に自慢しちゃうでしょ。いやいいですね、楽しい。まあそんなチャンスが今ここにあるわけですね。皆さんぜひメロディーを僕らに託してください。待ってますよ。待ってます。はい、はい、何も来ないのが一番寂しいから、ね、そうですね、何も来なかったらまあ僕たちが匿名で送りつけるんで僕らがね自分でそんなことしなきゃならないのは悲しいですね。一番それ避けたいですね。なのでほんのちょっとしたフレーズでもいいので応募してください。待ってます。待ってます。というわけで今回の動画をまあこれで、ね、終わってしまいました。寂しい、寂しいですね。いやーやっぱ喋り慣れないですね。いやもう喋りなんてもう無理でしょ。
無理ですよ。無理ではないけどね。まあないけど、ピアノ弾けますかって言われて猫踏んじゃったを弾けるっていうようなもんだよ。間違いない、本当にそんぐらいですね。そう、日本語喋れるぐらいのレベルですから。副会長に関してはだって顔すら出してねえしさ、この絵面ひどくないですか。このなんか三色チーズ牛丼大盛りみたいな顔の男と3名いや、これが本体ですからね、実はね。うちの会はなかなか濃いな。そうですね、そうなんですよ。負けないようにしなきゃ。いや、もう十分でしょう。負けたくないですね。はいはい、あのこんなよくわからない仲間たちと一緒に作曲したいって人がいたら、僕らは今スタッフとかも募集してるんで、そう、ああ本当に人で欲しい。そうです、スポンサーとかやったりとか企画やったりするので、そういう人たちももし興味があったら連絡お願いします。